どうもこんにちは、ワールドサギです。こんにちは、リーサです。水辺 TV へようこそ。ちょっと久しぶり。でもね、見てくれてる人はいっぱいいました。おなんでかっていうと、ノズル社の動画でローソンコラボの詳細が発表されたじゃないですか、うんうん、その発表された日から俺らが予想してた動画あるのね、うん、ローソンのコラボ商品はこれだって言って、あったあった、うん、あの予想動画がちょろっとだけ伸びた。マジで、うん、あんなちょっとグダグダな、ちゃんと予想してたでしょ。まあね、してたよ、うん、そう、まあ、全部外れたけどね。そうだね、うん、うん、なんかいろいろコラボあったじゃないですか。今回明治かな、他の企業ともコラボすると思ってなかった。確かにね、ローソンって考えたもんね。そう、ローソンのプライベートブランド商品とコラボするんだろうなって勝手に思ってたんだけど、うん、明治だったね。まさかのね。まさかだったね。ローソンじゃなくてよかった。ほんとほんと。俺ね、最近ね、うん、ホロライブの人たちの動画をよく見るんだけど、確かに聞こえる、うん、ホロライブも明治のお菓子、うん、コラボしてるのよ。先輩っすか。先輩っす。ああ、でね、今後ドズル社がコラボするお菓子、うんうん、分かっちゃった。あ、ホロライブを追っかけると。そう、おわ、だからね、うん、俺ここで予想するわ、うん、来るよ。次、次は、次はね、うん、カントリーマーム。マジで、カントリーマーム来るよ。カントリーマームどこ社、分かんない。明治じゃないのかな。分かんない。いや、多分来ると思うんだよな。え、ホロライブカントリーマームとコラボしたの。してたよ。すごいね。うん、あとはね、メルティーキスとか、あ、いいね、なんかね、コラボしてる人たちもいた。へえー、だからね、そういうところもね、きっと来ると思うわ。おお、うん、おいしい、まあ美味しいけど、好きなお菓子とコラボしてくれる分には全然、なんだろう、困らないっていうか、嬉しい。そうだよね、うん、食べるし、うん、うん、グッズも手に入るし、うん、嬉しい。あのさ、ちょっと今回気になってたんだけどさ、うん、今回うちたちチョコレートコラボ商品、うん、高くね、普通のやつと比べると。まあそりゃそうですよ。ちょっと見せて。いいですか。いいですよ。こちらです。買っちゃったんですね、こちら。買っちゃったんですよ。あれ、ボスさんが2人いる。だって見て、ここ、ん、全2種。ほんとだ。そうよ、2個買ったけど、うん、かぶりかもしんない。そしたら買い足さなくちゃいけないけど、うん、夕方以降の X を見てると、もうどこも売り切れらしいよ。え、ボンジュール。いや、もうこれがなんかね、やっぱそれぞれの土地にそれぞれの猛者がいるわけよ、うん、だからなんかもう麺だけがありませんみたいな、えとか、あと店舗によって全て5人いるわけじゃないのね。え、そうだよ。違うの。我が家の近くも、うん、オンオラだけがいっぱいの店舗にいたから、他の3人は少なかったの、店舗が。あ、でも5人分あったよね。そう、今日行ったところはもう5人分あるところを選んだんだもん。あ、そうなんだ。もちろん。へえ。そうなの。なるほどね、うん、じゃあ本当に推しが手に入らない人もそういたんだ。近くの店舗にあるとは限らないんだよね。なるほど、うん、というわけで、はい、これ買ったんですね。そう、うん、これじゃあ後で開けようぜ。そうね。これ、うん、1個いくら。これがいくらだっけ。650円ぐらいじゃん、うん、これボンさんがいないパッケージだったとしたらさ、はい、いくら。コンビニだったら250円ぐらいじゃない。びっくりだよ。でもさ、でもさ、これさ、買った時にスパイファミリーとかもあったね。あった。うん、いろんなのがあるんだね。だからコラボ商品は全部きっと600円台よ。ほー、パッケージにボンさんが乗るだけで違う倍になるんだね。こっちよ、こっち、キーホルダーが入ってるから。そうだよ、やっぱりパッケージ代だけで600円いったらさすがにそれはってなっちゃうよ。開けらんないね。開けらんない、開けらんない。うん、なるほどね。はい、じゃあグッズもお菓子も手に入るやつ。そうそう、これ他の3人の分からなかったの。そうね、まあ、とりあえず推しではないということ。うんうん、うん、これがもうさっきパパが言った通りに値段が定価、まあ、定価プラス100円ぐらいだったら、うん、まあ、買ってたよ、5人分。うん、1個650円するのはちょっと正直買えません、5人分買えないね。うん、しかもこれだけだったらいいのよ。もし今回の発売がこれしかありませんよだったら多分買ってた、うん、けど今回ドサッと来たじゃん。なんかいっぱいあったね。そう、うん、だからやっぱり厳選しちゃうよね。なるほど、うん、じゃあこれ後で開けようか。そうだね、せっかくね、うん、お楽しみは後で。ガチャになってるから、うん、他にも買ったものがあるんだって。はい、
今回明治とコラボっていうことだったから、うん、明治の対象商品を3つ以上買うと、うん、3つお買い上げごとに、うん、こちらデータ、うん、ファイル、クリアファイル、クリアファイルが1枚もらえる、いつものさあ、とママが選んだのはもちろんこちらですよ。ああ5人メンバー、5人のやつ、そうそうそう、いやいや本当はやっぱ全種欲しいよ。18個もコンビニの菓子はちょっといらない。そうだね、俺もいらないでもでも明治だからね、対象商品のお菓子は全部美味しい系、好きなお菓子だったんだよ、うん、あっても困らないけど、もう定価でお菓子はあんまり買いたくないからさ、うん、そうだね、うん、これちなみに裏はどうよいしょ、ああこっちも、おお、あれこっちは待って、違うよね、こっち裏だよね、ちょっと待って、知らなかったよ、ちょっと待って見てなかったよアップじゃん、予想外だったけど、こっちはちょっとニヤリしてるのさ、いや同じ同じ、あこっちも一緒か、そうか普通に紫のロゴと思ったよ、これローソンカラーの青でしょ、そうだね、だから他の人もこれ青だよ、うん、青だねきっとね、うん、知らなかった、ええー、完全こっちしか見てなかった透明の袋じゃそのまんま入ってるのに、うん、うん、ちなみにこのクリアファイルさ、お店にいっぱいあったよね、いっぱいあった、何時に行ったんだっけ、こちらはね8時、8時半かな、着いたのは、そうだね、うん、7時発売開始の8時着、うん、2店舗ローソン見たけど、うん、両店舗まだまだいっぱいあったね、あったね、うん、なんかね、均等ではなかったなと思った、そうそうホームページには限定30枚って書いてあったの、あった、そうだから多分1店舗には30枚なんだよね、で数えたらオンリーまだ7枚あったんだよね、あったってことは計算おかしいよね、均等じゃないよね、均等じゃないんだなと思った、うん、それかまあ最低30枚なだけで、おうそう店人が集まるローソンにはもっとあるのかもしれない、あまだ他にもあるのかい、あともう一個あります、お、うん、何今回見せてよ、見せたい、見たい、うん、最後はこちらアクスタですよ、また買ったのか、へえ、アクスタでもこれ、うん、言ってあげて、欲しかった理由があるんでしょ、え欲しかった理由あったっけ、えどれ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 どのことどのこと、えどれどれ、もういい今回私服なんだね、あなんかカラス飛んでない、カラスそれで合ってたこの私服のボンさんめっちゃかっこいいんだけど、どうしよう、いやできることは隠れてんだけど、うん、ちょっと靴下石田純一風なんだよね、靴下履いてない風なの知ってた、知らない、うん、今の子石田純一って言ってたのか分かんないけど、うん、開けないの、あじゃあ開けます、はい開けます、えいいの、いや開けちゃっていいの、いいよ飾るから、うん、これ、うん、でここ靴下履いてないでローファー、うん、革靴、うん、でちょっとズボン短め、十分丈じゃないっていうのかな、九分丈ぐらいの石田純一な、そうちょっと NG です、あダメなの、ママはちゃんと下まであってほしい、へ、うん、だってボンさん靴下も履いといてほしい、おう、うん、ここだからさっきのね、さっきの状態こうやって見えない状態、あベストです、なるほどねなるほどね、じゃあそのアクスタの前にはきっとちっちゃいアクスタが置かれるんだ、ね、あそうだね、それがいいわ下まで見えないように、なるほど、はめて、はい、今回これはロッピーでも買えるアクスタ、おうたまたまだからロッピーで買うつもりだったんだけど、うん、まだ店頭に残ってたから、うん、そのまま買っちゃいました、はい。そうで今ロッピーの話出たけど、うん、で、まあ、ここにいないけどその他ロッピーで今日は、缶バッジ、うん、缶バッジの箱入りのやつを2種、うん、とスマホスタンド、うん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 、を買いました、あそれも買ったんだ、うん、スマホスタンドはもう買うの決定してて、うん、悩んだよ、スマホスタンドのデザインがね、まあ、5人バージョンとボンさんバージョンで悩んだの、どっち買ったと思う、5人ボンさんでした、はあ、これがね届くのが8月なんです、えしかも8月30日とか、今2月だよ、そう半年後だって、いまだに第1弾のローソンのやつ届いてないもん、はい、まだまだなんです、半年後なんだ、うん、だから缶バッジ店頭で買う意味ちょっとよくわかった、缶バッジも届かないのか、はい8月です、そうかそうか、そういうことです、我慢できない人はやっぱ店でどさっと買うんです、うん、うん、だって俺らが行った時にさ、うん、まだいっぱいあったのにさ、あったあった、俺らがお会計する時には全部なくなったから、そうなんだよ、店内にいたんだよ、店内にドズラーがいたんだね、そう買う人はやっぱ大人買いするんだよね、でその時ねパパとの会話で
箱買いすればよくないって話したんだよね、うん、そうすればコンプリートできるのにさ、あんないっぱい買ってもったいないねって言ったけど、そういうことよ。そういうことか。うん、8月まで待てない。信じられない。俺信じられない。そこまで何かにハマってみよう。ハマりません。はい、というわけで買ったグッズは以上です。開けてみますか。お、いいね、開けようぜ。じゃあまずは麺からね。うん、麺は、うん、やっぱ私服がいいな。本来ね、普通のマカダミアだったらビリビリビリだよね。そうだね。うん、ここ綺麗にカッターで開けて、開けて破かないようになってるんですよ。うん、麺のお顔がビリビリにならないようにね。うん、あれ、あらららら、ら、まさかの、見えないよ見えないよ、まさかのこの中にお菓子。そうなんだ。箱に箱入ってんだ。まあ汚れないようにだね。あ、そこに入ってんじゃないの。ほら出てきちゃった。あ、ほら、あ、私服麺じゃないですか。よかったよかった、嬉しい。当たった、欲しい方が当たった。やったね、やったね、可愛いよね。このなんだ、なんて名前だっけ、知ってる。アングリーバード。絶対違う、それゲーム。あ、違う。なんだ、紅の豚。絶対違う。なんだ、ピンクの豚。名前、あ、鳥なの。鳥だよ、この発明の麺が作った鳥ロボットじゃなかったけど、ロボットだよ確か、この子だけ。なんかね、この子の自己紹介文で、大原麺にメンテナンスされている時が一番幸せって書いてあるの。へえ。なんかロボットみたいだよ。麺鳥だ。マジか、うん、なんか意味変わっちゃうな。これは俺がこのままもらっといてあげるよ。あ、お菓子ね。これ。あ、いいよ。これも俺そのまま冷蔵庫入れようぜ。あ、オッケー。はい。じゃあ、ボンさんはこんな感じ。うん。うん。これは両方欲しいんでしょ？もちろん。なんかね、ボンさんだけビップっぽいってオンリーが言ってたけど。ね、プレミアムナッツセレクトって書いてあるから、本当にちょっといいやつなんじゃないの？そう。だって、ノズさんのがただのアーモンドだった気がする。うん。だよね。うん。こっちがカオルカカオなんですよ。そう。で、カカオがさ、プレミアムなのにさ、うん、ナッツもプレミアムな感じなんでしょ？おぉ、プレミアム高級品じゃん。でも値段一緒だよ。あ、値段一緒なの？値段一緒だったよ。どうさんのと？うん。へぇー。じゃあ、大して変わんねえな。ちょっと食べ比べしたかったな。じゃあ、普通の買えばいいのか。うん。いや、いいよ、買わなくて。いきますよ。はい。じゃあ、私服の方を願って。ね、はい。はい。せーの。はい。はい、おう、おう、やったじゃない。やった。出たじゃん。うん。ダメだよ、これ両方ないといけないから。あ、そうなの？そうよ。お、うん、よかったよかった。グラサンバードのデザインもいい。グラサンバード、サングラス取ったらどんな顔してんだろうね。つぶらな瞳。絶対余計いいわそれ。絶対ボンさんが出るっていう安心感だったのに、ね、今のちょっとテンション低くないと思ったんだけど、うん、ボンさんが出るっていう安心感でテンション低くなっちゃった。そうなの。じゃあ次ローソンバージョン出たらめっちゃ高くなってなると思う、うん、で私服バージョンが出たらめっちゃがっかりして。それ2個欲しい。いきますよ。はいはい、はい、あ、よし、今から、今から行こう。え、今から？もう明日行ってくるから。あ、行ってきな。明日、うん、近くの駅前の方なかったらちゃんと遠回りして帰ってくるから、うん、遠くのローソン行ってくるから。分かった分かった、うん、帰るの遅い。俺ら今日4店舗行ったからね。4店舗もの？びっくり。あ、そっか、忘れてたわ。おい。あっちの方忘れてたわ。びっくりだよ。いいじゃん、4店舗も歩ける距離にローソンあるってすごいね。東京大体あるから。うん、羨ましがられるよ。ローソンいっぱいあってよかったね。 それで今思い出しちゃったんだけど、うん、メモ缶手に入んなかったんだよね。ああ、確かにね。そう、メモ缶を探すためにいろいろ見たんだよね。うん、うん、メモ缶をごっそり大人買いした人がいるんです。多分ね、うん、近くにいるいる、うん、あれね、ロッピーじゃ手に入んないから ね隣駅まで行かなきゃ。田舎に行った方がいいかな。田舎行った方がいいよ。オッケー。いや、わかんないな。まあ、取り扱い店舗見て、うん、多い方に行けばいいと思う。そうだ、うん、パパが車出せばいいんだ。はぁ、明日仕事だし。むしろ今日も仕事。今日も仕事。朝早くからね。本当だよ、うん、通勤ラッシュの時間に俺パジャマでローソン行ったから。パジャマだったのか、あれ。あれパジャマ、うん、通勤ラッシュの時間だったからね。駅前の方のローソンの店員さんにね、9時は10時からですよって言われちゃったね。言われた、うん、あれはね、全店舗そうなのかと思ったわね、うん、そうけど違ったね。うん、駅から離れれば大丈夫だった。大丈夫だった。うん、だから9時もやってきたんだけどね。そう、でも今日は見せません、うん、そう、今日はこれだけ。そう、うん、次のこの動画で、
くじの結果見ますから。うん、楽しみです、はい。実はママも知らない。はい。はい。じゃあ、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。